ありがとうございます、改めましてバンクエットビルディングと申します。ぜひぜひね、前の方に QR コードとかチラシあるのでぜひぜひ、もらって帰ってください。チラシがあと6枚しかないですね。そうなのよ、確かなきゃ。さあ次は何なんでしょうか。でしたね、今のピンポン。少し伸びた前髪をかき上げた、その先に見えた緑がかった君の目に映り込んだ僕は
節の変わり目は曖昧で気づいたらすぐ過ぎ去ってしまうよ。まだ何一つも君に伝えきれてないのに、君がいたらなんて言うかな、暗い土地は
ても泣いて少しでもぴゅっとりと気は流れ未来が僕らを呼んでるその声は今君にも聞こえていますか